ね、流れちゃうんだよね、どうしてもね。うんいい感じに流れ強すぎた、これ腹いっぱいになっててえ？何？釣れないからああ危ない、充電だ。今回キャスト練習しないとダメですよ、これで。フリッピング練習してこれでできるかななるほど。いや、飛距離そもそも求めてないからいかにバックラしないかっていうバックラしてある程度飛ぶかっていう。12ポンドで針つけて小バス釣れるかなできるんじゃない？リーダーつけなきゃダメかなあ、そっか、ハリスのついてるやつをもらえばいいんだ。なんかちょっとやりたくなってきてまた釣ってますよ、川の餌に。ロッチまた釣ってましたよ。釣れた？あ、逃げちゃった。釣れるとこ取りたいんだけど邪念が生まれるから。じゃあ久しぶりにキャストでも取るか。そんな取るもんじゃないですよ。取るほどのもんで。取るほどのもんで。上当たっちゃうから。カン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 。分かんないから、間きれいに抜けてて。提灯みたいになってるから。それはそれでいいけど。やばい。やっちまったね。そこからもうない。結構遠いっていう。なんだろう、岩？え？ほら負けてますよ。え？ほら来た来た来た。でかいね。ああ。でかいでかい。でかいですよこれ。今日一今日一。笑っちゃって笑っちゃってブレちゃう。でかっ。多摩川のお掃除屋さん結構根が張ってるやつじゃないそれよく釣れたなっていう。やったー、イエーイ、おめでとうございます何かの植物かわかんないけど45ぐらいあるね。1キロぐらいあります。いいお掃除。40アップ。50センチあるかもしれない。あ、そうそう、サミングしなくてよかったかもしれない。あ、大丈夫。お、飛ぶなあ。あ、対岸飛ばしたのってあれか、この間の。そうです、アンタレスディションの。アンタレスシャウロもらえるんじゃないですかって言ってたやつですよ、染地で。ああ、じゃなくて、チャッチが言ってたのはさ、ほら、対岸で飛ばした。ああ、あれ、こっちですよ。あ、それメタニウムか。うん、ああ、あれぐらいのルアーだと、こっちの方が強い。うんうん。最後ワーム投げた時は、あっちです、アンタレス。ああ、そっかそっか。ペンシル 20g 前後ぐらいまではこっちの方が飛びます。それを超えるとアンタレスの方が飛ぶ。あ、船が上当たりそうです。釣れすぎてあくびが出ちゃうのも羨ましいなリールにパーマかけとけました。ああ、おめでとうございます上当たると思ってサミングしたらバックラッシュした。あ、流れてる。ああいうのに釣れたんか。いや、でもあれちゃんと根っこ多分埋まってましたよ。生えてたやつかな。そうですね、ひっぺがした感じしました。ひっぺがした感。この浮きが沈む瞬間とかやっぱいいよね。取れてるかわかんないけど、かなり遠いな、バラじゃん。ちゃんと腕にしてるじゃないですか、取れてるかどうか。そうだった、あ、忘れてた。豆っこい。言ってたやつかかった。マジで。そう、掃除屋さん。掃除屋さん。これ50アップじゃないですか。間違いないね。見た目でもうしかも50だった。急に重くなったと思ったらこいつだった。やった、今日坊主なし。うん、いいな。そのテトラのもう一個先についてるね。今流してるところの奥。結構いるんですか。あ、いる、あ、見える、ごめん、いるか。だけど食わないのか。起きた。お、違うじゃん。本命。ああ、いいね、それ欲しい。見して見して。あ、可愛い。撮ってたよ。何にも今日バケツも何も持ってきてない。ああ、微妙だね。持って帰る、死なないかな。あ、でもいいや、取れた、釣れたところ取れたからいいや。お手ぐる。ああ。うん。ああ。バックハンド。うん。ああ。あ。なるほど。アクションが必要なんだね。ああ。今日の釣り頭もうお帰りですか。また今度いつか行けるの？うん。やっぱ日曜日なんでしょ？土日でも大丈夫だけど、結構当日っていうのは難しいよ。まあそりゃそうだ。うん。前の日から分かってれば。うん。俺は平日でも大丈夫な時はあるけど。サラリーマンなの平日なのに。そうか。完全にカレンダー通りだもん。そりゃそうだよな。はいはい。らしい。この前言ってました、おっちゃんが。へえ。あ、ミニバスがいる、ちっちゃい5センチぐらいの。おーっと、とりあえず1回投げて。1回。なんか釣れてる。あお前が。こういう釣りをね、やりたかったんですよ。流れのないところね。でも暑い。さっきのとこすごい日陰だったからよかったけど、救命胴衣が冷えちゃう。あ、ここの方が涼しい。なんか急に変わった温度が、気温が。あ、ちょうちんちょうちん。これで釣れても木に引っかかって擦れてこういうとこフロークとかで攻めたかったよね。持ってきてないんだよね。うまく取れればいいけど。ほい。これで引っかかった。危ねえ。あ、いた。向こうにいた。やべ。2匹いる。でけえ。40ぐらいの。反応したか。ああ、死んなかったかな。40センチぐらいの2匹ぐらいいた。もしもし間違えてキャンセルしちゃった。何釣れた？鯉が釣れた？マジ？あ、ちょっと分かった今行くわと言ってもと言っても出口がないっていうね。ああ、どこよ。放送事故になる。どれ？え？マジか。さっきダージ2匹見たよ。それを俺が狙ってて、したら泳いでっちゃったね。あ、そっか、それ追ってったんだ。俺の方に来ちゃったから。一人で大丈夫？ちょっと行きづらいけど行くに行けないけど言葉しか関係ない頑張れしか言えないけど上がんね。結構でかいよね。70ぐらいあるよね。おおやるね。うん。人の合わせた瞬間こけた。イエイ。そっちか。あ、こっち。はい。おお、いい方だ。60はあるね。65ぐらい。だね。はい。危ない。ちょうど4時だね。釣れたのが。うん、そう、釣れたのもそうだし、今もだいたい4時過ぎぐらい。俺のケツが痛くなったのは55だ。強制録画。帰れ。あ、焦ってバックラするっていうあるあるですね逃すっていう、しかも取れてもいないっていう結構追ってて、うん、ああいいね。ラパラのフローティングめっちゃ軽いやつしか持ってきてないから飛ばないかもしれないっていう。それは DC の強いところです。ああそうですかね。